こんにちはカスタムリですこのポッドキャストではダンスを仕事にしている人そしてしていきたい人に向けた情報を発信しています。え今日はですね「不、え、老、ー、所得を得るファーストステップ」というテーマでお話ししたいと思います。 はいえー、突然なんですけど、えー、ダンスのお仕事をされている、まあ、皆さんにとってですね不労所得と聞くとと何を想像されるでしょうか、えー、不労所得というのは、まあ、文字通り働かずして収入を得ることですよね。ということはダンスを教えることというのはまあ、時間の切り売りをしているので。 不労所得といいう,うには言えないんで,す、ね、では少しダンスから離れて一般的に不労所得にあたるものは何があるかというとですねそうですね、えー、家賃収入投資の配当金とかあと著作権の使用料とかね あとは駐車場とかあとコインランドリーの経営などが挙げられるかと思います、まあ、でもそれらというのは元手がいるので、まあ、ハードルが高くて誰でも始めることは難しい方法ですではネットを使った不労所得というとですねアフィリエイト収入、まあ、つまり YouTube などの広告収入 のことを指すすんですけれどもあとは以前にもご紹介したデジタルコンテンテツのの販売というのが該当しますでそのネットを使って不労所得を得るためにはどうすればいいかと言いますと繰り返し収入を得られる仕組みを作るこれとっても大事なのでもう一度言いますね。 ネットを使って不労所得を得るためにどうすればいいか、はいこの次です。繰り返し収入を得られる仕組みを作る、はいこれがとても重要になります。ところがですね、これには労力がかかるので、多くの人が興味はあるけどできない。えー、なかなか仕組み化できないというのが現状なわけです。 私自身5年ほど前にオンラインコースを作る講座というのを教えていた時期があるんですけれども自分のサイトでオンラインコースを販売するということは、まあ、何でも自分で、ね、決められるので自由度は高いんですが作ったけれどもマーケティング、まあ、つまり集客をして販売して制約をするまでが大変でした。 でそこで最近私自身がゼロからデジタルコンテンツを作ってみようというふうに思い立ってですねユーデミという動画で学べるオンライン学習プラットフォームというサービスがあるんですねでそこで自分のコンテンツを作って販売することを始めましたで先ほどもお話ししました通り 私は以前オンラインコースを作る講座を作った、まあ、経験が、ね、あったので、えー、とスライド、えー、つまりプレゼンテーションわ、ね、かりますよね、えー、プレゼンテーションというのは聞き手の、まあ、知りたい情報を、まあ、解説して行動を促すように、えー、ステップバイステップで解説するという素材のことを指すんですね。でそういった素材をを作ることを ス、えー、スラライイドド作りスライドですねそのスライドに声を載せて、まあ、ボイスオーバーと言うんですがその一連の、ね、方法は私は知っていたので、えー、サクサクとできたんですがユ、えーデミーの基準や、まあ、ルールにのっとって作らなくてはならなかったので1ヶ月で終わらせるつもりだったんですけど結局2ヶ月かかりました。まあ、でも晴れて 不労所得を得をるためのファーストストテップがが出来上がったというわけなんです。でテーマに選んだのは画像入りのメルマガのような印象をグッと引き立てるおしゃれなメール署名作成講座ちょっと長いんですけどね、はい、そういった、えー、タイトルです。でなぜこれを選んだかというと 私自身が人からよくこの方法を聞かれるということあと1歩目だったのでとにかく早く完成することとしてこのテーマを選びましたで労力として労力にかかった時間ですねまあ2ヶ月ですね、まあ、でもユーデミーでは月々の利用料というのは全くかからないんですね置いておくだけで、まあ、売れれば収入が入ってきます そう継続的に収入を得られる仕組みがこれで私は作れたというわけなんですどうでしょうここまでなんとなく私がしたことご理解いただけましたでしょうか、えー、まだですねユーデミーを利用されたことない方もいらっしゃるかと思いますので、えー、今日は私が作ったこの最初のユーデミーコースを最安値でご購入いただけるスペシャルクーポンを 今回ご用意しました。まあ書籍の価格ぐらいですので、ぜひえ一度えお試しになってみてくださいえ。クーポンは概要欄に貼っておきます。で、その最安値クーポンをご利用いただけるのは、えー、今年のなので、二千二十三年の十二月三十一日までです。あ、そうそう。えー、そしてですね。 ダンスを教えていらっしゃる方、そしてこれからダンスを仕事にしていきたいと思っていらっしゃる方は、えー、ユーーデミにコースをを出ししてみることを、えー、おすすめします。なぜならばですね、えー、欧米ではもうねこのユーデミというのはもうたくさんの人が参入して飽和状態になっているんですけれども日本ではまだまだ参入する価値があると言われていて、まあ、もっと言ってしまうと ダンス関連のカテゴリーに出していいる方というのは少なないからなんです YouTube にま動画をアップしたとしてもですね広告収入を得られるようになるまでにはまあ至難の業ですしあと Vlog などはですね継続的に見られるものではないので、まあ、インフルエンサーにならない限りですね不労所得を得るのは難しいというのが現実です。 以前踊ることを仕事にしていた私が、まあ、ダンス業界を見るとですねデジタルコンテンテツになる要素というのはたくさんありますで。それについては以前にこのポッドキャストでもお話ししていますので是非ご興味のある方は聞いてみてください。はい、それでは今日はこの辺でカスタンマリでした。